よいしょっと。はい。おお。開会するんじゃ。もうほぼ時間になりますので、司会の青木先生も来ておりませんが、小沢代表会見始めたいと思います。日韓連盟の話、野党の連携の話ですが、具体的にですね、生活の党としては、野党の連携というのはどういうふうに考えてどう動かれているのか、あともう一つ小沢代表自身具体的に何か、小沢代表自身が具体的に何か他党の党首の方と会ったりとかですね、そういう形でなんかこう努力というふうにおっしゃってましたけども、きれいにやられてらっしゃるのか、何か今後やられるのか、そのあたり。野党の統一戦線といいますか、協力、選挙協力、これはですね、社協も同じグループにというわけには多分いかないでしょうから、そうすると、その他の野党で、やるということになると思います。全野党が一緒になって、新党を作り選挙戦に臨むということであればそれはベストですけれども、必ずしもそうはいかなくてもほぼ体制の人たちが新しいグループを作ってやるということになれば、国民の皆さんも自公に代わる一つの受け皿としての認識を持つことができるのではないだろうかと思いますので、そういうような国民皆さんがそう思ってくれるような塊受け皿を作っていくということだろうと思います。私は直接なんやかんやことをしますとね、いろいろとありますので、私自身は直接はやりませんけれども、うちの他の人たちは仲間を通じて、そういう目標に向かって協力して努力しているものと思います。統一名簿とか、いや何とかかんとかっていろんなことを言いますけどね、新党にしなければ、意味は半減しちゃうね。というのは150の比例議席がありますから、これを今のままの4つ5つか社協合わせら7つか、これで分けるということになりますと、これはドンとですから、圧倒的に自民党が有利になって、比例議席のは以前よりさらに、この前の選挙よりさらに自民党は増えるだろうと思います。維新や民主が今のままではこの前のように取れないということになりかねないのでね、だからそういう意味で、新党で、やらないと完全な戦線統一にはならない。そしてまた国民も一つの政党というイメージでないとなかなか受け皿とは見なさないと思いますので、当然統一名簿という言葉を使っている人も含めて、新しい政党を作って選挙に臨むということだろうと思います。新党を作るには時間がないんでドタバタにはなりますけれども、その気になればそんなに難しいことではありません。それぞれ参加したい人がそれに入って選挙の時届け出ればいいだけですから、もちろん候補者と選挙区の調整やら何やらかんやら実務的には、大変ですけどね、新党を構成するということ自体はそんな
長時間は要しないと決断一つだと思います。それから前原さんと橋本さんのことは僕は知りませんけれども、新党という形ですとその既存の党がどうのこうのっていうんじゃないんですよね。まあ党全体が新党へというそういう意味での党というのはあるけれども、新しい党の党員に政党がなるわけじゃありませんから、みんな個人が党員になるわけですから、ですからそのグループに影響力のある人の意向というのは非常に大きいけれども、党として、参加するしないという問題じゃありませんので、それぞれの議員があるいは候補者が自分の判断で参加するということで十分だと思います。民主党がもう少し新党についての積極的な自己抑制的でありながら積極的な努力をすればもっと早く出来上がったろうと思いますけれども、まあまあ受験勉強もね、試験勉強も一夜漬けっちゅうのはあるけれども、日本人っちゅうのはなかなかねその場にならないとみんな本気にならないから、だからまあ仕方ないでしょうけれども、さっき言ったようにそれは僕はずっと言うように民主がやっぱり積極的に自分を捨ててでも野党再編を成し遂げ政権を変えるという見識と意欲と行動を持っていただくことが一番いいと思って喋ってきたことは今も変わりませんが、もう時間ないから、まあ、とにかく速やかにそれを実現させることを第一だろうと思います。